ご視聴いただきありがとうございます。クラスメソッドの坂井と申します。これから DynamoDB と Elastic Search ス,スを組み合わせて簡単な全文検索を実装してみた話と題してお話しさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はじめに今回のセッション内容ですが、サーバーレスなシステムなどでデータの保存先として DynamoDB を利用しているシステムは数多くあると思います。 そのシステムに全文検索機能やその他の様々な検索機能を実装しようとした場合、DynamoDB だけではなかなか実装が難しいと思います。うまくテーブルやインデックスを設計し、アプリケーションを実装することで、要件を満たすような検索が実装できるかもしれません。ただ、検索処理が得意な仕組みを組み合わせることで、より簡単、シンプルに実装することができると思います。このような場合に、今回はエラスティックサーチサービスを組み合わせて、 簡単な全文検索機能を実装してみた事例の連携部分を中心に紹介させていただきます。本セッションの対象となる方ですが、現在ダイナモデビューを利用していて検索処理で苦労している方、エラスティックサーチサービスを使ったことがない、または組み込み方がわからない方などを対象としており、そういった方々の課題解決案の一助になればと思っております。なお、 全文検索自体の仕組みや各種クエリ等の詳細な内容のお話については対象外とさせていただきますのでよろしくお願いします。改めまして簡単に自己紹介させてください。AWS 事業本部プロダクトグループの坂井雄介と申します。去年クラスメソッドにジョインさせていただき、ソフトウェア開発エンジニアとして SaaS プロダクトの企画、開発、運用を担当しております。 最近の開発では主に Next.js、Node.js、あとは TypeScript なんかを使って開発しています。アジェンダですが、はじめに DynamoDB の検索処理について、次に Elasticsearch ス,スとの連携について、最後にまとめという流れで進めさせていただきます。早速ですが、DynamoDB の検索処理についてお話しさせていただきます。使ったことある方も多いかと思いますが、 そもそも DynamoDB ってどのようなサービスでしょうかまたはどのような特徴があるでしょうか ?DynamoDB の代表的な特徴について3つほど挙げさせていただきました。1つ目がスケールに応じたパフォーマンスということで水平ス,スケーリングすることで高速なパフォーマンスとシームレスなスケーラビリティを確保したデータベースであるといった特徴があります。2つ目がサーバーレスということでインスタンスを管理する必要がありません。 したがって、インフラの運用を簡素化することができます。また、設定にもよりますが、必要な時だけリソースを消費することで、コスト的なメリットもあります。三つ目が、高い可用性と耐久性。一つのリージョン内の複数のアベイラビリティゾーン間で自動的にレプリケートされることで、可用性と耐久性が確保されたデータベースであるという特徴を持っています。用途としては、ラムダと組み合わせて利用されることが多いんではないでしょうか。 これ以外にも良い部分が多くあるので、多くのシステムで使われているデータベースなのかなと思います。ということで、DynamoDB は最強化、あるいは DynamoDB は無敵化と書かせていただいたんですけど、とは言ってもサービスごとに得意な部分と苦手な部分があるかと思います。その苦手な部分として考えられるのがデータの検索かなと思います。データを検索するときは、 いわゆる SQL のように複雑な検索条件を指定することができません。そもそも、リレーショナルデータベースとアーキテクチャが異なるので当たり前かもしれませんが、主な SQL との違いとしては、テーブルを結合して検索することができません。例えば、テーブル1、インナージョイン、テーブル2、といった結合ができません。基本的には、単一テーブルに対しての検索となります。次に、キー項目以外、 例えば、テーブルのキーやインデックスのキーなどの条件で絞り込む場合は、全件取得後のフィルタリングとなります。こういった検索だと、大きなテーブルに対して実行すると、大量のリソースを消費してしまったり、パフォーマンスが悪くなる可能性があるかと思います。最後に、部分位置検索ができません。前方位置検索は一部できるのですが、いわゆるライク検索のように、ワイルドカードを利用した柔軟な部分位置検索ができません。 こういった特徴を持った DynamoDB を利用しているシステムで全文検索やその他の様々な検索を実装したい。こういった場合にどのように実装すればよいかということで、例えば DynamoDB のテーブルの設計を工夫したり、インデックスを駆使して実装するのか、またはデータを全件取得して、あとはアプリケーションで何とかするのか。こういったパターンも案としては考えられますが、懸念事項として、 パフォーマンスが出なかったりデータが増えた時にアプリケーションに全て持とうとするとリソースが枯渇したりする可能性があります。今回はこういった課題を解決するために全文検索エンジンを組み合わせてみようと思います。世の中には様々な全文検索エンジンがありますがそのうちの一つが今回お話しするエラスティックサーチとなります。エラスティックサーチとはということでエラスティックサーチは 様々なユースケースを解決する分散型レストフル検索分析エンジンです。主な特徴としては、検索が高速であるということと、分散設計によってハードウェア障害に強かったり、ペタバイト規模のデータを扱うことができること。また、データの格納や検索をより効率的に実施するための多数の機能が内蔵されています。こういった特徴を持ったプロダクトとなります。このエラスティックサーチを AWS で利用する際は、 エラスティックサーチサービスというサービスがあります。こちらのサービスはマネージド型のサービスとなります。今回はこのエラスティックサーチサービスを既存のシステムと連携していきます。続いて、既存のシステムとエラスティックサーチサービスとの連携についてお話しさせていただきます。今回の説明で対象とする既存システムは Web API を想定しています。API ゲートウェイでリクエストを受け付けてラムダで処理します。 データは DynamoDB に保存してあり、必要に応じて参照、登録、変更、削除をラムダから実行します。よくあるサーバーレスな Web API だと思います。このシステムに Elasticsearch s e を組み合わせていきます。検索処理はラムダから Elasticsearch s e にリクエストして検索を実行します。ただ、このままだと DynamoDB と Elasticsearch s e でデータが連携できていないので、 ダイナモ DB ストリームズをラムダで処理してデータを連携します。まずは既存のシステムにエラスティックサーチサービスを組み込むイメージをご理解いただけたでしょうかここからは DynamoDB とエラスティックサーチサービス間のデータ連携について説明させていただきます。データ連携についてですが、今回は2つのパターンを説明させていただきます。1つ目が1つのテーブルのデータを1つのインデックスに連携するシンプルなパターンとなります。 そして2つ目が複数のテーブルのデータを1つのインデックスに連携する少し発展させたパターンとなります複数テーブルのデータを全文検索の対象とすることができるパターンとなりますまずはじめにシンプルなデータ連携パターンとなります DynamoDB に1つのテーブル今回の例でいけばユーザーズテーブルがありそのテーブルのデータをエラスティックサーチサービスのユーザーズインデックスに連携するパターンとなりますユーザーズテーブルには ユーザー ID とネームという属性を持っており、そのデータをそのままインデックスに連携します。連携の流れをもう少し詳しく見ていきます。はじめに DynamoDB のテーブルにデータが登録、変更、削除されます。テーブル内のデータに変更が加えられると DynamoDB Streams に変更に関する情報が連携されます。後続のラムダは ストリームをポーリングし、新しいストリームレコードを検出すると処理を実行します。ラムダの処理の中で、エラスティックサーチのインデックスを更新します。インデックスの更新については、データが登録されたのか、変更されたのか、または削除されたのかで、追加、更新、削除を実行します。これで DynamoDB のテーブルとエラスティックサーチのインデックスの同期を取ることができます。もう少し。 発展させたデータ連携について説明させていただきます。今回の例では、先ほどのシンプルなデータ連携に部署情報としてデパートメンツテーブルが追加されています。このテーブルは ID と部署名を持っており、リレーションの制約の設定などはできませんが、暗黙的にユーザーズテーブルと関係を持ったテーブルとなります。テーブル間にいわゆる親子関係を持っているイメージとなります。DynamoDB のベストプラクティスとしては、 なるべく少ないテーブルとして関連するデータを近くにまとめることが推奨されています。ですが、システムの要件だったり設計によってテーブルを分割することもあるかと思いますので、今回はこういったパターンの場合にどのようにデータ連携をすればよいかの案をお話しさせていただこうと思います。こちらも連携の流れをもう少し詳しく見ていきます。はじめに DynamoDB のテーブルにデータが登録、変更、削除されます。 ちなみに今回はデータに部署 ID が追加されています。続いて DynamoDB Streams に変更に関する情報が連携され、後続のラムダが処理を実行します。ここまでは先ほどお話しさせていただいたシンプルなデータ連携のパターンと同じ流れとなります。ラムダの処理の中でエラスティックサーチのインデックスを更新しますが、ここの処理の中で部署 ID を部署名に解決します。 インデックス上は部署 ID と部署名をオブジェクト型として保存します。ここで部署名をインデックスに持つことで全文検索の対象とすることができます。今回の例ではユーザーズテーブルが変更された場合のデータ連携についてでしたが部署を変更した場合はということでこういった構成の場合、例えば部署名が変更されたといったように部署テーブルが変更されることもあるかと思います。 このような場合は、部署テーブルが変更された場合も基本的にはユーザーズテーブルの変更時と同じ流れとなります。今回は部署名がホゲ本部2に変更された例です。部署テーブルの変更を DynamoDB Streams を介してラムダで処理します。ここのラムダは先ほどのユーザーズテーブルの変更で処理していたラムダとは別のラムダファンクションとなります。 テーブルごとに DynamoDB Streams のハンドラーとしてラムダファンクションを設定するイメージです。ここの処理でユーザーズインデックスの部署情報にデパートメント1という部署 ID が指定されているデータの部署名をほげ本部2という部署名に更新します。ここの更新処理では部署 ID に合致するインデックスすべての部署名を更新する必要があります。このような場合にエラスティックサーチの API に アップデートバイクエリという API があって、クエリの条件に合致するインデックスをまとめて更新することもできる API もあります。実装上の要件に合うようであれば、こちらの API を使って更新しても良いかもしれません。詳しくはエラスティックサーチの公式ドキュメントをご確認ください。ここまでにデータの連携についていくつか紹介させていただきましたが、今回紹介させていただいた手法が必ずしも正しいとは限りません。 あくまで一例となります。システムによって要件、使用、制約などがあるかと思いますので、そちらにマッチする手法で連携する必要があります。ということを念頭に置いていただければと思います。ここまでの話でデータ連携ができましたので、エラスティックサーチサービスで全文検索が実行できるようになりました。詳しい全文検索の仕方については説明を割愛させていただきますが、 エラスティックサーチサービスで全文検索を実行する場合は、基本的に HTTP リクエストで API を実行することになります。API を実行する際は、HTTP クライアントを利用して API を実行することができます。例えば、Node.js の場合だと、標準モジュールを利用したり、a x i o s を利用したりすることができます。 プロジェクトで使っている HTTP クライアントがあれば、そちらでも API を実行することができるかと思います。HTTP クライアントでも実行できるのですが、Elasticsearch が公式でクライアントを提供してくれています。こちらのクライアントは Java、JavaScript、Python、.NET 等に対応しています。こちらの例は JavaScript 版となります。 比較的各コード量が少なくなるかと思います。基本的な使い方としては、クライアントオブジェクトを作成して、プロミス API かコールバック API を実行するイメージとなります。導入できない理由などがなければ、こちらのクライアントを使って全文検索 API を実行することをお勧めします。最後にまとめとなります。複雑な検索は、検索が得意なサービスに任せる。 無理に既存のリソースで実装しようとすると副作用が伴うこともあるので、そういったときは検索が得意なサービスに任せましょうということです。次に、DynamoDB とエラスティックサーチサービス間のデータ連携は DynamoDB Streams を利用する。今回の例だとデータベースが DynamoDB なので、DynamoDB Streams と Lambda を使ってサービス間で同期を取ることができました。最後に、 全文検索実装時はクライアントライブラリがあります。エラスティックサーチ公式のクライアントがあるので、特に理由がなければ公式クライアントを利用することをお勧めします。まずは実際にやってみようということで、実際に手を動かして触ってみることをお勧めします。ブログのリンクも書かせていただきましたが、エラスティックサーチはローカル環境でも起動することができるので、いきなり AWS 上で動かすのはちょっとと思った場合は、まずはローカル環境で試してみるのがいいかもしれません。 以上で本セッションを終了とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。